復元された北門町、遊城は、韓国継承北道歩行士南区町、名誉内里戸にある李氏朝鮮時代の遊城、山城にあって、山城としての軍事機能と遊城としての行政機能を合わせ持った、この城は遊城研究の資料として高い評価を受けており、韓国の史跡第386号に指定されている。海抜252メートルの道楽山から東に、 伸びる、尾根の上にあり、その丘陵の下では、長側が東海へと流れる。西に、山の頂がそびえ立ち、南北に離れて、近隣の村々がある。この地理条件は、有事の際に牢上して、援軍を待つためのものと見られている。城は東西に長い菱型ないしだ円型で、周囲1300から1440メートル。 城壁の高さは3.7から4.2メートル。城壁の厚さは上部が7から8メートルで下部が約5メートル。城壁には東、西、北の3つの城門と門の防御のために築かれた小さな白亀城や12カ所の城壁外側が四角形に付け加えられた形の基地城がある。城内には水口が1カ所、井戸が5つ、池が3カ所あり、教育機関である長教校と、 東県という館長があった。東県は、現在、面事務所内に移設して保護してある。高麗市によれば、高麗の建造2年に、北からの女神族の侵入に備えて築かれた土壌だったという。その後に、朝鮮時代の清掃21年に和光に、備えるため岩木に改築して、東海岸の軍事基地と管画として用いられた。 心臓東国予知症乱路などの文献記録によれば、当時の友情の周囲は2980尺、高さ10尺で、城内に4つの井戸と2つの陰岩池と呼ばれる池があったという。1994年3月17日に、町面有内里127から2階の124936平方メートルの範囲が、迎え雛が友情として、 大韓民国指定史跡第386号に制定された。2011年7月28日には登録名を歩行庁友情に変更している。2011年からは復元が計画されている。北門の門楼から復元をはじめ一帯を文解石公園に造成する予定となっている。ありがとうございます。